はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、ぬこ鍋ができております。はい。はーい、かわいいですね。はい、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 はい。はい、こんなんなってます。はい。はい。お互いにね、お互いのお尻に顔を突っ込んでおります。臭くないんでしょうか。はい。ということで、えー、あの、グローバルニュースさんというね、えー、まあ、これもね、えー、どちらかというと、藩のね、 ハンのチーチー PK の報道でございます。はい、えー。今日のニュースが上がってましたのでご紹介したいです。はい。まずですね、最初は、あのー、上の海ですね。はい。上海ですね。上海でおみちゃんが大騒ぎになっておるということです。おみちゃんです。まあ、大したことないのにね。なんで騒ぐんでしょうね。こんなことで。はいはい。アホらしいと思いつつね。 はい。で、なぜか、カナダ、カナダ便まで止めているそうです。<laughs> もうアホらしくてね、もうなんでもうね、おみちゃんぐらいのね、ものでね、こう、飛行機まで止めるんでしょうかね。<laughs> すごいね、おかしいんですけどね、はい。はい。それからですね、2分53秒からです。はい。えー、ドイツですね。ドイのツッツーですね、ドイツの、お えー、nada だっけ ?vada だっけちょっと忘れちゃったんですけどね。えー、なんと、まあ、あのー、5つの輪っかのね、大運動会ですね。はい、大運動会です。はい、大運動会のね、えー、ことで選手たちにね、えー、C のね、国のね、肉は食うんじゃないと、はい、命令が出たということです。はい、どういうことなんでしょうか。 はい。今ね、あの、大体の食品が、あまあ何かあるかどうか討議中だそうで、はい。えー、まあ、多分そしたら肉食べないんだったら、まあ、シーフードでしょうね。えー、まあ、どうしてかということです。はい。まあ、簡単な理由で、はい。あのー、成長のね、成長の、ホルホルモンモンですね。 はい。成長のホルホルモンも、これ日本でも使われてますけどね。あの結構使ってるっていう話なんですよね。なのでね、銅のね、銅のピンピングですね。ドーピングにね、引っかかる可能性があるんで、食っちゃいけないということだそうです。<laughs> はーい。え、なんかね、こう、危険というよりは、そっちの方ですね。えそっ っちの方かっていう感じですけど。はい。えー、まあ、成長のね、ホルホルモンモンですね。はい。えー、そちらの方をたくさんね、使っているんで、えー、まあね、えー、試合中のね、その、銅のね、ピンピングにね、引っかかる可能性があるんで、えー、まあ、肉は食わんでくれということで。はい。そういう風なニュースがありましたね。はい。そして、4分30秒からですね。 はい。これ直接ね、C の国とは関係ないニュースですけどね。ニカラーのグワグワですね。ニカラーのグワグワのね、リーダーがね、アメとかね、悠々ロ々にね、えー、制裁を受けているということですね。はい。えー、まあ、6人ね、交換が、あの、制裁の対象だということでね。えー、なぜならね、えー、ニカラグワのね、 えー、神数えですね。えー、戦線の極強ですね。えー、不正が行われたと、アメ国のね、国務長官が述べましたよ。これが。まあ、どの口が言うかって感じですけどね。自分たちもやってるじゃないかって、すごい思ったんですけど、あ、まあ、あまりにもおかしいんでね。笑っちゃいました。はい。すいません。はい。そして5分の47秒。 えー、これ、カナダですね。カナダは、C の国とのね、貿易を減らした方がいいとね、えー、カナダの人は思っているということですね。はい。えー、まあ、C の国のね、依頼っていうかね、依存ですね。そういうのを減らしたいということですね。えー、まあ、かなり依存してますからね、各国ね。で、まあ、あのー、 人の件のこともね、えー、話してました。はい。まあ、そういうことですね。これはまあ、どこの国でもあることです。はい。で、8分からですね。はい。 ヨーロッパのある有名校がですね、どうやら、タイのワンとね、えー、シーの国々をね、一緒に扱ってしまったということでね、それに対して、えー、タイのワンワンがね、抗議を表明しているということです。はい。えー、学,学術交流とかのね、資料をね、えー、タイのワンワンの,あの学者さんのね、シー国なんかに送っちゃってるそうで、これはあまあ、ちょっとまずいということで抗議をしているようです。<laughs> まあそれは まずいでしょうね。はい。何研究してるかっていうのがね、バレバレですからね。まあね、こういうところでね、やってますよね。はい。面白いです。はい。面白いって言っちゃいけないんでしょうけど、はい。えー、まあね、自分の国だったら大変なことですよ、これ。はい。えー、のパイパイをね、えー、公式にやられちゃうっていうことですからね。はい。大変ですね。はい。そして、10分からですね。なんと、 アフアフのガンガーンのね、中国のね、大使館の大使が急に辞職したということです。はい、何なんでしょうかということです。はい、いや、実はね、 給料が払われてないんだそうです。しかも6ヶ月無給で働いてるそうです。<laughs> まあこうなるとね、C の国の大使の人もね、かわいそうっちゃかわいそうですよね。ただ働きですからね。はい、えー、ちなみにね、えー、最近その、他のね、職員にはね、アフーのガンガンからね、えー、その、大使以外かなちゃんと支給されたみたいですけどね。<laughs> お,お気の毒っていうかおかわいそうに笑っちゃ悪いんですけどねそういうあの冗談みたいなね変なニュースがたくさん入ってきてますはい、えー、そういうわけで、えー、皆さんね、えー、今日も元気に頑張ってああの一応下貼っときますんでね見てくださいねはい一日を過ごしましょう沖縄おばばでーした